遥か40年前、孤高の空手家大山増達は房総の突端に位置する千葉館山にて一人修行に励み、猛牛と戦った。今日隆盛を誇る極真会館の聖地がまさしくこの館山だと言っても過言ではないだろう。本部夏季合宿はこの極真空手発祥の地館山を舞台に毎年行われる。若き日の大山増達が血と汗を流しながら修行したこの地で、道場生一人一人が精魂込めた気合を海に向かって吐き出す。ここに力が入っちゃダメだって言ったら、ここだって言ったら、ここと、これは難しいんだよ、君。道場生を前に空手の極意を語る大山増達は、釈迦のようなぬくもりと温かさで会場を包む。しかし勝負論、最強論を語る時の大山は仁王のごとき厳しさを垣間見せる。大山増達は神様じゃない、人間です。皆さんと同じものを食べてるんだ。どこがそのね、違うかというとね、ただ私はね、自慢じゃないけど、稽古量が違うよ。はいや、はいや、はいや。やっぱり私たちはね、自然に帰って自然を愛しながら自然の稽古をしなくてダメです。それで自分が限界に挑戦していくと、機械化に頼るということは良くない。強いて苦しくてもいいと、難行、苦行、修行をね、通じてね、武道空手を習得したいということで極真に来たんだ。極真はどういう武道空手だから、やり方、教え方も厳しいかも、やり方も厳しい。世界に有志する極真会館。1990年春、世界の地区責任者が一堂に会し、さらなる極真空手の発展を期すとともに、改めて技術、型の統一が確認された。はい、そうです。これが本当であるけれども、上手くなっているからこのまま円を描いて下ろしてもいいわけです。If you are good and if you can、こう円を描いてもいい、構えないです。Okay, you go in there or you go to the central line. 真ん中へ行く。I want to ask you to get him out.This one? No, but he said Juji or Mawashi. No. レベルでの極真空手の技術統一を図るため、全世界に向けた
技術ビデオの制作が行われた。撮影には国内だけでなく海外からも一流選手が参加した。E por trás do adversário, por cima da defesa dele, bam, e eu coguei. の武道家大山増達は日本古来の武道を世界中に浸透させるため海外指導に情熱を傾ける。9年やらないと体の本に立つことができないよ。極真からではもはや人権国境信条偏見を超え人類の大乱となり得たことは私にとってこの上ない光栄と存じます。海外の急激なレベルアップによって本家日本は今最大の危機を迎えている。特にこのヨーロッパにおける技術力の向上は凄まじい。アンディ・ハグ、マイケル・トンプソンなど海外勢が世界の頂点を極める日も決して遠くないと言われている。大山増達のもとには全国の道場生やファンから数多くの手紙が寄せられる。手紙の中には極真会館を除名されたり離脱した人たちに関するものが少なくない。これらの手紙に対して大山は苦悩に満ちた返事をしたため、前略大山増達様、私は大山先生とは面識はありませんが、大山先生の本は全て読破した大の極真ファンです。今まで多くのお弟子さんたちが独立してしまいましたが、私は納得できません。本当にがっかりします。彼らは大山先生が築いた実践空手で生活しているからです。昔大山先生の空手は異端視され仲間外れにされたそうですね。そこにパイオニアとしての苦労があったわけです。一体これはどうなっているのですか。極真は和の精神を尊びファミリーであるとおっしゃいますが、疑いたくなってしまいます。私は大山先生がとても気の毒です。そう感じたからあえて筆を取りました。大山先生は日本人として世界の誇りなのです。前略貴殿のお手紙受け取りました。貴殿と私とは面識はありませんが、私のことを知っているのを縁にお手紙をくださりありがとうございます。私から弟子が去っていったのは全て私の不徳のいたすところです。生来私は一武道家であって指導者ではありませんでした。極真空手は今国内に40万人の会員を持ち、世界各地においては1000万人を超す大組織になってしまいました。私は宮本武蔵を目指して生きてきましたが、いつしか組織の頂点に立ってしまいました。組織の運営は本当に難しいものです。今私は70歳近くになり、初めて人間関係の難しさが分かってきました。人生の虚しさや悲しみをしみじみ感じるようになりました。心配してくださってありがとうございます。今私の身近には信頼している弟子がたくさんいます。
そして貴殿のような隠れた極真の支持者がたくさんいることも知っています。ご忠告感謝します。愛情深く正しく極真を見てくださったことに感謝いたします。今後とも極真空手を温かく見守ってくださるよう心よりお願い申し上げます。極真会館大山マスターズ。入門の動機は大山総裁の本を読んで強くなりたいと思ったからであります。おっ、ああもう今日丸くになって新規巻き直したこれから。おっ、今年もまた若獅子寮の入寮式が行われた。本部若獅子寮は大山マスターズが唱える極真精神を最も身近に継承する若者を養成している。これに、はい、そして彼らは厳しい師弟関係のもとで千日の修行を積み明日の極真を担っていくのである。大山マスターズが愚動する最強の格闘技は極真空手として見事に結実した。しかし未だ大山の修行は終わらない。生ある限り大山は己自身と戦い続けるのである。